新たな瑞穂通り瑞穂区は、名古屋市を構成する16区のうちの一つである。名古屋市の中東部に位置する。古くは、旧制第8高等学校、現在では、名古屋市立大学をはじめとする高等教育施設を有する文教地区としての顔を持つ。公園の数より学校の数の方が多いと例えられるくらいである。同区の教育機関としては、愛知県立第5中学校の創立年が最古である。旧制8高年の校地は、元は5中の校地であった。瑞穂は、みずみずしい稲穂を表す言葉で、区成立時に、日本の美称である、豊吉原1500秋瑞穂国から取ったとされているが、もともとは区の中心部にあった村の名称である。なお、瑞穂村の名前は、1868年に明治天皇が東京遷都のために移動していた際、同地で収穫に励む農民を視察した随行の岩倉。1944年に昭和区、熱田区の一部より現在の区域が成立した。区の東部は丘陵地となっているが、全体的には比較的平坦な土地である。区を南北に流れる山崎川は、桜の名所として名高く、日本桜名所100選にも選ばれている。河川、編集主な川名古屋市の地名瑞穂区を参照。名古屋市内井戸田荘、尾張名所杖国税庁瑞穂警察署瑞穂、郵便局名古屋市瑞穂生涯学習センター。名古屋市瑞穂図書館名古屋市瑞穂文化小劇場パロマ、瑞穂スタジアム本部交番本部消防署出張所、特殊消防隊主な病院主な図書館主な、郵便局生涯学習施設博物館、劇場日本外資日本特殊陶業ブラザー、工業パロマ主な繁華街主な商店街主な、商業施設、カテゴリー、瑞穂区の企業も、参照上場企業その他の主な企業放送局、編集ラジオ名鉄堀田駅新玉橋駅新玉橋、バスターミナル名古屋高速3号大高線、堀田出入口付近名古屋鉄道区の南西部の浮島町に名鉄常滑線が通っているが駅はない。また、JR 東海道本線も通るが駅はない。区の中心駅は名鉄堀田駅と地下鉄新玉橋駅。利用は分散している。他に、区域から徒歩圏内の駅として、名鉄小俗駅、名鉄神宮前駅などがある。名古屋市交通局路線バス、編集バスターミナル高速道路、編集自動車専用道路国道、編集一般国道県道、編集主要地方道一般県道市道、編集主要地方道幹線道路の道路通称名、編集南北の道路東西の道路名古屋市立大学田辺2キャンパス名古屋女子大学塩路学舎愛知瑞穂大学名古屋キャンパス愛知県立瑞良高等学校愛知県立昭和高等学校名古屋市立弥富小学校市立県立市立東山荘名古屋市博物館山崎川夜桜主な神社主な史跡文化施設名古屋グランパスチームスポーツウィキメディアコモンズには瑞穂区に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。